折り紙であのなひのなちゃんを折ってみよう。用意するもの。使う折り紙はこちらです。今回は15センチの折り紙を使うよ。薄桃色1枚。薄桃色を半分に切ったものを1枚。緑色1枚。赤は4つに切ったものをさらに4つに切って16分の1にしたものを2枚用意してください。使う道具はこちらです。ハサミ、物差し、のり、黒ペン、白ペンです。さあ、レッツチャレンジ。はじめはあのなひのなちゃんの体から折っていこう。薄桃色の折り紙を使うね。裏返しして白い方を表にしてね。上から3センチのところを物差しで測ります。ペンで印をつけてね。印のところを中心にして上から折り下げます。裏返します。次は縦に半分に折ります。折ったらそれを開きます。両端からさっき折った真ん中の線まで折ります。扉みたいだね。次は真ん中の下から4センチのところに印を入れます。下から印までハサミで切ります。ここは足になるところだよ。下のヘリを持ち上げて真ん中の線に合わせて三角に折ります。反対側も折ります。右の三角を下に向かって三等分になるように線を描きます。慣れてきたら書かなくてもいいよ。そしたら一番右の線で折ります。左の方はさっき切った切り込みの方からこのように少し折ります。次は上の角を両方とも三角に折ります。表に返したら、はーい、体の部分の出来上がり。次はワンピースと腕の部分を折ります。薄桃色の半分の折り紙を用意してね。上から1センチのところを物差しで測ります。
印をつけて、その幅で折ります。折れたら裏返して、また1センチの幅で折ります。ギザギザになってるね。また裏返して白い方を向けます。それを縦に半分に折って、開きます。今つけた真ん中の折り目に向かって両端から折っていきます。この時、真ん中を少し開けておると仕上がりがきれいになるよ。また開きます。今つけた上のへりの折り目を起点にします。印をつけると便利だよ。この印を起点に斜めに両方とも折ります。この折る角度でスカートの開き具合が変わるよ。この下の三角をこの線で折り上げます。この角を少し中に折ります。この印を起点に斜めに両方とも折ります。ここからはちょっと難しいかもしれないから、よーく見てね。開いた真ん中に折り筋があるのがわかるかな？この折り筋とこのへりの線を合わせるようにして折ります。反対も同じように折ります。部分のこの角をちょっと裏に折り返します。はーい、ワンピースと腕の出来上がり。次は葉っぱの部分を折るよ。緑の折り紙を用意してね。白い方を表に向けます。三角に折ります。もう一回折ります。開きます。
下向きの三角になるように置いて、真ん中の折り筋に下のへりを合わせるように折ります。両方とも折ってね。開いて裏返します。この折り筋を真ん中の折り筋に合わせるように折ります。両方とも折ります。だね。裏返します。この先っぽを内向きに折ります。この時、このへりの長さが同じくらいになるように折ると可愛くなるよ。反対も折ります。表へ返します。ハサミで切れ込みを入れます。だいたいこのあたりかな。4箇所切ります。チョキッチョキチョキチョキ。切ったら下の部分を下に折り込みます。ギザギザの葉っぱの出来上がり。リボンを折るよ。赤い折り紙を2枚用意してね。白い方を表に向けて三角に折ります。それを開いて、真ん中の折り筋と下のへりを合わせて折ります。反対も折ります。上の三角をこの線で下に折ります。一つできました。じゃあ、もう一枚同じものを折ってね。一つできたよ。ここまで折ったら今度は広げます。上のこの折り筋のちょっと下に向かって下の角を折り上げます。戻すように折ります。
つを組み合わせます。先の尖った方に糊をつけてはめ込みます。ところにも糊をつけて貼っておいてね。はーい、リボンができました。かわいい。さあ、組み立てるよ。まず体にワンピースを着せてあげます。体に糊をつけてワンピースを貼ります。裏を向けて折り返しのところに体をはめ込みます。次は葉っぱをつけます。下の方に糊をつけて頭に差し込みます。裏の方もめくって糊をつけて貼ります。角の三角のところも糊で貼ります。表を向けてリボンをくっつけます。リボンは赤いマジックペンで書いてもいいですよ。さて、いよいよマジックペンで顔を描いていきます。緊張する。いろんな表情にしても楽しいね。白ペンで瞳をちゃんちゃんと入れるとかわいい。最後は白ペンでフリルを描いていきます。